早弁です。今日は福島県の郡山来ております。こちらマスハンでいいのかな、いわゆるね郡山ブラックと言われるラーメンが食べられるところです。確か栃木に住んでた時にねちょいちょい郡山に遊びに来てて食べに来たことがあった気がするんだけど、あえて行こうと思います。来ました、こちら醤油ラーメンね、半チャーハン頼みました。セットで一番人気のやつです。いただきましょう。こんなに黒かったかなってぐらい黒ですね。醤油の旨味が強い。しょっぱいはしょっぱいんだけど、あ、なっけ醤油かな、うん、あの醤油の本当に旨味がすごい、うん、ちょっと旨味がありーの、フレッシュな旨味がありーのって感じで、水が少なめの細麺、少々は薄めだね、うんうん、だけど脂目は結構ちゃんとある。そしてこういうのにはねネギ合うね、うん、秋田の水筒ラーメンともちょっと違うんだよね。うんうん、意外と何を強くて始まったんだろう、すっきりくれる。ちゃんうん、てか焼きもしっぱい感じやけど、うん、意外とパスが効いてる。でパラッとしてるね。あスープ美味しいわ。うんうん、うん、これは本当に醤油の美味しさを味わえるラーメンですね。トマトもいただきます。はい、美味しくいただいてまいりました。いや、美味しかった。で、ちょっとね、飲んで疲れている胃をね、元気にしてくれるような、そんな生命力もあるような一杯で、主人公は醤油なんだよね。醤油の、まあまあ、ベースの出汁の効いてるスープなんだけど、醤油、美味しいよねっていうラーメンでしたね。関西の方からするとまあありえないラーメン、あ、高井田ブラックもあるけどね、それとは全然違う。うん、本当ね、醤油の素直な美味しさを味わえるラーメンでしたね。いや、また来たいなぁ、なかなか来れないだろうけどね。そして、東北暮らしずっと続きましたけどね、今回引っ越しでギリギリね福島に泊まって最後の晩になります。5年間ね東北いて、その最後の夜になるのかな。こうしてしっかり寒い冬っていうのをね味わえるのも、これが最後かもね。関東行くとなかなかこうはなんないけど、寒さに弱くなって、あ、今日寒いなと思うことになるのかな。まあ秋田青森いた時の寒かさからするとこんなもん寒くねって感じなんだろうけどね。まあね、これからどうなることだと思いますが、ここから、関東に舞台が移ります。阿弁でした。ご視聴ありがとうございました。